2003年北海道知事選挙は北海道の執行機関である北海道知事を選出するため2003年4月13日に投票が行われた選挙で第15回統一地方選挙の一環として実施されたものである北海道知事の任期4年が満了したことに伴って実施された選挙であるなお北海道の知事選挙は 初めての選挙である1947年以来、一貫して統一地方選挙の日程で実施されている。また北海道は旧社会党やその流れを組む民主党の勢力が強い地域で、1999年の選挙以外、常に国政における与野党が対立する図式の選挙戦が続いている。この時の選挙戦は、 現職の堀達也知事が引退したことに伴い、8年ぶりの新人対決となった。1947年の第一回知事選以来、過去最多となる9人の候補が立候補して激しい選挙となったが、無所属新人で、自民、保守新推薦、公明支持の高橋晴美候補が民主党の前、衆議院議員の八郎雄らを僅差で抑えて、 初当選を果たした。高橋の当選により自民党主体の同棲が復活し民主党は20年ぶりに野党となった。この時の選挙戦では同知事選挙が始まって以来最多となる9人が立候補した。なお伊藤秀子は前回に引き続いての立候補である。選挙戦は全球候補者中政党推薦の高橋。 八郎両候補に無党派候補を標榜する、磯田、伊藤、酒井の三候補が絡む構図が強くなり、激しいつばぜり合いとなった。有力候補者の乱立により、当初、最多得票が有効投票の4分の1に届かずに、再選挙の可能性も囁かれたが、混戦を抜け出した高橋が当選に必要な、有効投票の4分の1を、 約10万票を上回って初当選を果たした。投票率は前回を2%弱下回り、過去2番目の低さとなった。当選した高橋は自民党や経済界の強い支援を受けて保守層の支持を固めたほか公明党の支持を取り込むことにも成功したことが勝因となった。一方、八路は連合北海道による組織選挙で、 支持率を急上昇させたものの、終盤で支持が伸び悩み、高橋に6万2000秒をあまり及ばなかった。そして、磯田は無党派層の取り込みに支持を書いたほか、伊藤は地方での基盤が弱いことで支持が伸びず、酒井は知名度の低さが克服できなかった。投票した有権者の中で34%ほどを占めた無党派層の中で見た場合、 民主党などが推薦する八郎が23.8%でトップに立ち、続いて自民党などが推薦する高橋が22.0%、無党派を標榜した磯田と伊藤が、それぞれ20.9%と18.8%を占め、無党派層の支持は、八郎、高橋、磯田、伊藤の4候補でほぼ4等分される結果となった。 北海道知事選挙当日有権者数北海道選挙管理委員会同知事選挙立候補者北海道新聞2003年3月28日付一面祝冊版1393ページ公職選挙法では候補者の最多得票が有効得票の4分の1に満たない場合再選挙を行う規定が定められている同知事選投票率史上2位の低さ 北海道新聞2003年4月14日付5面、縮刷版675ページ北海道知事選挙、投票結果北海道選挙管理委員会、北海道知事選挙候補者別得票数北海道、選挙管理委員会北海道新聞2003年4月14日付1面。 祝刷版671ページ、無党派票、四市ほぼ当分北海道新聞2003年4月14日付5面、祝刷版675ページ。ありがとうございます。